クラウド、また来ていたのか。ああ、ここの資料は興味深い。あの男の手がかりもありそうだ。あの男？お、クラウドもオールとはちょうどいい。面白い本を見つけたんだが、ちょっと協力してくれんか。はあ？オペラ？興味ないな。私もだ。待て待て、チミチミ。セビス、チミがこの間言っておったろう。先日のヴァンパイア騒動以来、町の連中の心が沈んでおるようだと。確かに言いましたが、それと何の関係が？心がどんよりしていては楽しく本も読めんだろう。指導、悪いが意味がわからない。ん？違ったか。ああ、あれだ。心が沈んでいては攻めてくるマシンにも対抗できん。まあ、それはその通りですが。そこでこのオペラで町を盛り上げるのだ。まさかそのオペラに。ふん、この影のある主人公と美しいヒロインは二人にぴったりだろう。わしも若い頃この物語には夢中になったしな。な、何を勝手に。私がそんな恥ずかしいことできるか。悪いが、俺も断らせてもらう。まあそういうな。町の連中にはすでに宣伝しておいたわ。あとは二人がやるだけだ。もう町に宣伝したかって。じゃ頼んだぞ。あ、ちょっと。いや、俺は本当にやらないぞ。この声、セリスはもしかしてやる気なのか。愛しの。ん？なんだ貴様、ミラージュか。どうしたセリス。クラウドか。急に天井からこいつが。気をつけろ。ムヒョー、ここは静かでええとこやけん、ついの住みかにしようと目つけてた場所なんや。そしたら騒がしい声がするから、誰や思って降りてきたら、なんやえらいべっぴんさんやないか。くへくへ。お前、連邦のミラージュか。ゲッヘッヘッヘ。そんなん知らんけど、わいはここに住みたいんや。邪魔するやつらは排除すんで。ああ、お嬢ちゃんは嫁にしてもええで。ここは神聖なる古代図書エリア。お前が好きにしていい場所ではない。そないに大切な場所なら、わいが誰も近づけんようにしてるわ。とりあえず本に住みでも入ったろか。ここの資料が怪我されるのは俺も困る。悪いが遠慮なく叩き切らせてもらおう。私もそう思っていたところだ。